こんばんは,こんばんは11月6日水曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら歴史的大接戦となっていたアメリカ大統領選トランプ候補の勝利確実ということで、うん、今夜は大統領選の徹底分析と日本が取るべき対米戦略を議論しますゲストをご紹介します外務大臣時代を含めて共和党と民主党両方の政権と向き合ってこられた岸田文雄前内閣総理大臣ですよろしくお願いしますよろしくお願いします そしてロールシ社ハアドバイザリー株式会社代表取締役で外交安全保障アナリストのジョセフクラフトさんですよろしくお願いします,しします大統領選は投票総数を競うのではなく州ごとの人口に応じて割り当てられた選挙人の人数を争う選挙となっています えー、今回は多くの州で勝敗が確実となりましてすでに過半数を取ることが確実となりました、うん、この結果を受けてトランプ氏が勝利宣言を行いました、うん、クラフトさん開票の序盤からもうすでにトランプ氏の勢いが良かった印象でしたけれども、はい、勝敗を左右したポイントというのはどんなところにあったんでしょうかそうですねその前に、うん、あの共和党の選対幹部に今朝メール打って、はい、で午後に帰ってきたんですけど、はい、まずここまでの差をつけるとは思っていなかったもっと 長引くとと思っていたと、ね、それからトランプが今回、あのうん、一般票でも過半数を取ったことに痛く感激している,るというのは2016年にヒラリーが一般票を取って選挙人票で分けて、はい、ずっとそれを言われ続けて、はいな、はい、はいでえー、選挙の勝因は2つ 2>、うんうん、1>, 1つは経済、うんえー、それからもう1つは男性票。 これに分けられると思います。あの CNN の出口調査で経済がいいとあるいはあのスバ経済がいいあるいはそこそこいいと言った人が32%、大半がはヒラあのハリスに投票しました。一方で経済が悪いと言ったら67%で大半がトランプです。で男性も票もですね特にマイノリティ黒人男性と ラテン男性が圧倒的にハリス離れ、うん、でトランプに流れたっていうのが、うんえー、大きな勝因だったと思います、ねうん、それ一方その直前までね昨日もうちの番組まアメリカ大統領選挙どっちが勝つみたいな話やってるんですけれども、うん、世論調査を見ると本当に 0. 何,パーセン 0. 何ポイントで接戦しかもハリスの方が一回落ちたんだけど追い上げて追い上げしてっていういかにもハリスが最後のところで抜き去るみたいなイメージで。うんうん 報道、数字上はそういう印象、でも蓋開いてみたら結構な差が今、突きつつあるように見えるんですけれどもこれは世論調査が間違ってたんですか間違ってた、間違って最後は隠れハリス票というのが大体話題になってきて最後巻きふ蓋開けてみたら全くなかったというのが結果ですね、むしろ男性、隠れハリス票は女性票。 だけどあの男性票が、うん、あの結果を左右したというのが出口調査で、はいえー、出てます例えば、黒人、えー、女性は、うん、ハリスに92%。 ところが黒人男性は78％、なるほど。でバイデンの時は85％言ってたわけです。男性票ですね。男性はいはいはい。で、えー、ラテン女性は61％がハリスに対して、うん、ラテン男性は44なんです。あ、うん、半分割れてるんだ半分割れてる。なるほど。これもバイデンは60％近くあったということで、やはりここが大きな、うん、あのー。 勝敗を分けたんだと思いますけどねそれは要するに例えばラテンの男性にしも黒人の男性にしもね男性がハリス候補をうん避けた、うん さまざまな要因があると言われてるんですけどもやっぱり今回はとにかく中絶権とか女性が重要視する政策を民主党がかなり押し付けてきたというところに相当違和感があった2020年も同じような傾向があったんですがそこは反発がなかったんですけどさすがに今回は。 SNS のブログとかポッドキャストで相当、男性中心の番組がそれに対して反旗を振り返して結構それが話題になってみんな勇気が出たんでしょうかね、今回それが投票に向かったということなんポリティカルコレクトネスって言って正しいのかアイデンティティポリティクスこの番組で前に取れましたね。ですすからそうういいところにものご違和感 多分岸田さんも今回の結果、FOX だけじゃなくてアメリカの三大ネットもトランプ勝利というふうに打ったというところでその前提を伺っていきますけれどもどうですか、トランプ首相はここまでのトランプ勝利、しかも上院も下院も全部赤くなるんじゃないかという前提でもこんな圧勝を想定されてましたですかいやもう直前まで世紀の大接戦だとマスコミ上げて世の中上げてそう言ってましたんで。 今日こうやって結果を見ますと、はい、あ,のあっけないほどスムーズに、うん、まあ結論が出て、はい、ちょっと意外だなというのが正直なとこだと思います。うんうん、それでさっきの男性女性の,この話で言うならば民主党が訴えたこの民主主義の危機とか、はいうん、中絶権とか、まあ、そういった、あのー、なんだ選挙の争点よりはやっぱりトランプ う自衛が訴えた経済とか、はい、あるいはあ不法移民ですとかそういった方が多くの国民にまあ響いたこれがまあこの結果が意外なほど差が開いたことにもつながっているのかなと、うんうん、そんなことは感じます石破さんはトランプ氏と早急に会談を持ちたいと。 こういうお話されてます。はいうん、やっぱりこういう時っていうのは、正式にしゅにまあ安倍さんが要するにトランプタワーに行ったようなことも念頭に置きにながるの質問になるんですけれども、うんうん、こういう時は早めに行っておめでとうっていうふうに言うのが、うん、特にあのあの人に対しては有効なのかどうなのか、どんな感じでご覧になりますか。うん、それは有効だと思います。やはり外交というのは、何、うんうん、と言っても最後は人間関係ですし、はい、やはり。 できるだけ早く相手と接点を持っていい印象を持ってもらうなるほどこれが最も大事なポイントだと思うので早いタイミングで会うということは理にかなった大事なことではないかと思います。うんうんうん、ただ正式にに就任する前にね、うん あの現職の大統領があのちゃんといて、うん、でワシントンにもいて、うん、まあ今回石破さんが外遊に行った時には外遊先であったりする可能性もあるわけじゃないですか。うんうん、でその後帰り道にポーンとアメリカに寄って、うん、まあフロリダの,そのトランプ陣営のウォールームだかワシントンのニューヨークのトランプタワーだかどこかでしょうがけどどっかに行ったら、うん、それはもうトランプさんに会いに行くっていうのがもう。 見え見えのそのなんかルーティングですよね。そういう形で会った会うっていうのは相手の気持ちというか民主党の気持ちになったときにどうなんですか。ありですかなしですか。いやあのそれはそれをうまくやるのが外交だと思います。なるほど。それそれはやっぱり現実は今ソリバスさん言った通りだと思うし、まだこの民主党政権は。 来年の1月まで続くわけですからそれをどう思うかということに気を使わなきゃいけない、うん、それはその通りだとは思いますが、うん、ただ一方で、えー、いち早く人間関係を作ること、はいはい、これは未来に向けて大事なことですから、うん、それをうまくやれるかどうか、うん、まあこれがやっぱり日本外交の腕の見せ所ではないかと思います。 会うってことは人間関係を作るチャンスでもあるんですけどリスクでもありますよねそこで会ってこの人嫌いって思われちゃったらもうアウトですよねで本来やるべきことは今日やるべきことは電話一本かけるべきだったんです申し上げたんです電話で話して電話早いですからそんな長く話さない嫌いに言われることはない

全世界から殺到する,る、まあそんな状況の中ですので、の今日電話かけられなかったことが、うん、やっぱり日本外交のうちどだということではないと思います先ほど入ってきた情報では、うん、石破総理は祝辞、メッセージは送られたということですと電話はしていない、はい、電話はしていないけれども、メッセージは送ったということなんで、クラフトさん、これ、電話じゃなくて、メッセージっていうのは、電話ほどよくはないけど、まあいいかなぐらいの、うん、その通りです。はい ななんとく足跡を残してるぞみたいなこんな感じそうですねもうちょっと僕だったら積極性を見せたけどもドナルド・トランプなる人間に対するアプローチとしては本当はドーンと電ほかけて、他どの首相もみんな祝辞は出してるんで、はい、なるほでそれをた果たしてあのトランプが読むかどうかない電話は取りますなるほど岸田さんはバイデン大統領とこう接するときに何かこう特に気遣われたところというのはございますか。 そうですねだから最初会う時は事前にいろんな情報集めて好みとか雰囲気とかいろいろ情報集めて会いましたがただその接し方が正しいかどうかっていうのはやってみないと分かんないんで実際会った後やっぱり周りの人間やらいろんなところから情報集めて。 あ後バイデン大統領は機嫌がどうだったかとか何か言ってたかとかその雰囲気を聞き出して情報集めてあこれはああいうやり方でよかったなというのを確認してまた次会うとかねやっぱり毎回毎回最初は丁寧にやってました。そううこれでいいんだとと思 まますす人間関係深まって仲良くなる加速度的にいい関係ができるそういうことで首脳会談は12回やりましたあそれ以外に電話会談とか等もありましたが直接会うだけで12回やりましたが最初出だしよかったんでいい感じで最後まで来ましたし最後は えーとバイデン大統領の指定まで呼、はい、んでもらって会談をさせていただくとか、うんまあ、そういった人間関係を作ることができたと振り返っています。うん、クさん、ね、ちょっとこの写真、うん この岸田バイデンのこの握手の写真とか肩を組んでる写真とかとこの写真からうかがえるその両首脳の親密さこれ普通まあ儀礼的なものとして普通こういうものがあるのかどうかとかその辺りどうご覧になるんですかあのやっぱりの首脳って本音と建前があって良さそうだけど本音はそんなでもないっていうケースがありますよねでその本音と建前をこのボディーランゲージ握手とかでえその読み解くことができるんですね。バイデン大統領まず一番左 左の写真を見ていると、はいはい、手の甲に、うん、手を乗せてきてますね。うんうん、これシェーカンドカバーという握手なんですけど、はい、非常にこれ好感を持っていると。 あって嬉しかったっていう意味があるんですね。これでも岸田さんは上に乗っけてないってことはバイデン大統領だけが喜んでいて、岸田さんは形だけ、ホストが手を出して相手が来てるっていうこと。あと真ん中とかボディタッチが多いんですよバこれねあの警戒してたり相手を嫌ってたらボディタッチしてこないです。なるほど。で極めつけが一番右なんですけどもこのあの手をね肩に乗せるっていうのは。 お父さんが息子にするあるいはお兄さんが弟にするこれはちょっと上下関係と年の上下関係家族なんだけど非常にバイデン大統領はちょっと失礼ですけど弟のように総理を慕っているというのはこの絵ではっきり読みつるだから総理のおっしゃる通り本音から見てもボディーランゲージから見てもバイデン大統領は総理のことを非常に慕っていたということがかそれ実際お感じになりましたか うん、あのバイデン夫妻と、はい、まあ夫婦で、はいえー、この食事した時なんかもですね思い出のイタリア料理店ってに連れてってやろうって言って,言ってもらった、はい、そしたら個室じゃなくてですね、はいうん、もうダダっぽろ広い,いこのお店他のお客さんもいっぱいいる中そこに。に 大統領夫妻と日本の首相夫妻が歩いていってみんなの間を通って一番奥の席に。危ないでしょうだって警護班ハラハラするはずだけ多分それなりにみんな警護していたんでしょうね座ってたお客さんみんな SP じゃないでしょうね。声かかけたらバイデン大統領夫妻に声かけてたからそれなりの知り合いだったんです。 大統領に出馬することをその妻に告げたえ思い出の店なんだとうんそうやって行ってここでぜひ食事しようと言ってこ,このお客さんいるこの大きなフロアの中のこの席に案内してもらって4人で食事したとかとかやっぱりそういう積み重ねがあった。 うん、やっぱりその決して嫌われてはいなかったんだろうなとは思ってますあのアメリカの大統領が他の首脳の肩の上にああやって手を乗せたの私は見たことないもしかしたらレーガンが一回あったかなかったかなるほど、ね、え岸田さんご覧になった時他の国の首相リーダーと会っている時にもバイデン大統領との関係みたいなところまで行った他の他の国のリーダーとかっていますかうーん やっぱその性格違うからやり方は違いますけどやっぱり頻繁にあったのは G7 諸国ですから G7 の首脳とはやっぱり回数も多かったのでよりまあこうプライベートの話とか突っ込んだ話もした、はい、そういったことは多かったと思バイデだというの次にやっぱり親しみを感じるのはユン・ソギョルさんじゃないんですか。うんそうですねやっぱり ユン大統領との間は、はい、だから日韓関係が私が総理に就任した時点それこそアメリカとは逆で、はい、史上最悪の状況だと <laughs> 要はトップ同士が全く会えないというような状況から始まったからそこでもうあの本当にまあユン大統領の勇気もあったんでしょう、うん、決断もあったんでしょう、うんうん、やろうということになった。うん だから2年ほどの間多分二月に一っは首脳会談やってましたよね、それでシャトル外交を再開して、とにかく日帰りでもいいから行ったり来たりしようじゃないかとシャトル外交を再開した、それだけ濃密に接してましたから日韓関係、ユン・ユン 大統領との間の関係も大変思い出深い。印象深いものがあります。うんうん、そのユン大統領はね、うん、あのこの間の選挙で、やっぱりこうさらに負けが込んで。うんうん、非常に苦しい政権運営になってるわけじゃないですか。うんうん、そうした中、こう日本の総裁選においては、安くに行くとか行かないとかっていう問題がちょっと出てきました。うん、日本の次期、その岸田さんの次の総理が。 靖国神社に行くか行かないかという問題が出てきたときにこれはユン政権にとっては彼を苦しい立場に追いやりかねないという心配はされませんでしたか、まあ、総裁選挙ですから、はい、あの決してそ今,、うん、今ご指摘の点だけじゃなくてはいはい、はい、もちろろろろんいいいなことがあります総裁選挙のまあ対応については全体を考えた上で判断しましたが。うんうん ご指摘の点は、うん、そのえ韓国側は気にはするだろうなとそれは思いました。うんうん アメリカでは大統領選と同時に連邦議会の選挙も実施されました定数100議席の上院ですけれども今回改選となったのは34議席非改選を含む議席数は日本時間午後7時半時点で民主党が42議席共和党が51議席ということで共和党が過半数を超えていますまた議議席席を争う下院は日本時時時間午後7時半時点で民主党が 共和党が議席となっていますクラフトさんは議会選挙の状況についてはどうご覧になっていますか事前予想は上院は共和党で下院は僅差で民主党じゃないかと言われていたのが結構、共和党が圧勝ではないまでも堅実に勝ちましたというかほぼ確実に取るでしょうとかなり強い共和党の。 レッドウェーブって言うんでしょうかね。はい,は,いはい。うん、えー、ちょっと驚きですね。これ結果的によ、あのトリプルレッドっていうね。うん、ホワイトハウスも上院も下院も全部共和党っていう、はい、そういう状況にほぼ成りつつあるじゃないですか。はい、で、これで一番大きいのは二つあって、まず上院を持つことは、その承認人,人事が全部通るわけです。うん これは最高裁も含めて全部会員を取ることはやっぱり予算が通せるいろんな減税策とか積極的に予算をつぎ込めると、うん、まあ簡単に言ってしまえば何でもやれるということでよくそのじゃあ全部やったからもう好き勝手やって大変なことになるという人もいるんですけど確かに暴走して大変なことになるリスクもある一方をやらなきゃいけない良い政策をどんどん やれることもある、はいうん、どっちに出るかは <laughs> 分かりませんが、<laughs> うん、全部が全部悪いとは僕は思わないですよね、うん、いい方向に爆心すれば、それなりの突破力を持ったいい政権になるかもしれない,いなもそれを見極めるには、要するにスタッフを閣僚,です閣僚が固まるまでは何も言えないと、です<ー>ただね、2期目の2期目、まあ、事実に2期目ですよね、あい4年休んだとまた戻ってくる。 初めてホワイトハウスに入った時のトランプ大統領って今は違うわけじゃないですか4年やってで、まあ、なんで人がなかなか集まらなくて大変苦労した最初の時期からで最後、ちゃんとそれなりの形になってで負けて4年間ガシン昇っていう言葉がアメリカにあるかどうか僕知らないですけども4年間我慢してもう一回こう戻ってきてそうした時のトランプさんっていうのはね周りの人間の言うことに耳を傾けるかどうかここはどうご覧になりますかあと 彼もいろいろ学んだと思います。はい、先月ながら。<う>で、それをある程度生かすと思いますね。はい、で、もう一つですね。はい、彼が言うことを聞く。 唯一と言ってもいいかもしれないんですけど、一人人物がいるんです。これ。船体本部長のスーザンワイルズなんです。で、彼女が事実上トランプを勝たしたわけです。なるほど。で、彼女が、望めば、え首席補佐官を与えるって言われてるんですね。なるほど。で、彼女が首席補佐官になれば、ある程度、まあ、まともと言うと、語弊がありますけれども。要職というか、重要、あの、閣僚には、それなりの。 まあ力量の立つ人を推奨してそこは少なくともトランプは言うことは耳を傾けることは間違いないな言われてます、うん、岸田さんその上院も下院もさっきのトランクラフトさんの話で言えば人事も予算も心配ないとはい、はい、でホワイトハウスも自分のものだと、うん、このトランプ大統領、うん、まずパッと印象でじゃあ,あの日本の総理として向き合ってくださいと言われたらどういう,こう心の内の覚悟を持ってトランプ大統領と。 向き,合いを向き合いますかそうですね、トリプルレッド、少なくとも中間選挙まではまあこの状況は続くわけですし、トランプ大統領はまあ再選は、これから先の再選はない,ないわけですから、やっぱりだからこそ,そ、前半の2年間っていうのは、かなり大きな権限を持って力を振るうことができる、トランプ大統領のやり方、過去のやり方を見ると、 予見可能性があまり高くなないいんじゃないか <laughs> なるほど世界中がやっぱりそれを身構えてだからやっぱそのだからこそ日本としてはこの予見可能性を少しでも高めるための努力やっぱりこの人間関係であったり、はい、それから外交努力によって、うん。 アメリカとの関係、うん、に日本の、うん、唯一の同盟国、はい、アメリカとの関係、うん、まあこれをいかにコントロールするか、うん、ここが大事になってくると、うん、最初の2年間特に日本の外交の腕の見せ所じゃないかと思います、うんうん、それでいうと、まあうん、岸田さん、ご自名を挙げるのが抵抗感があるんだったらおっしゃらなくて結構ですけれども外務大臣はその岸田政権から今、の石破政権になってもやっぱり外務大臣が変わったし、まあ、岩井さんかな、今。うんで でもずっと変わらないのは秋葉さんですよあう、えー、う国家安全保障局長秋葉さんはこの間中国にも行って大毅さんとも会ってる。はい、で、もちろんアメリカとの向き合いも非常にこう手慣れたものでもある、うん、この人の果たす役割、うん、彼はだからトランプ時代からずっとその国家が、まあねね、やってるわけじゃないですか。うん 秋葉さんの果たす役割というところについてはどのような目を持ってご覧になりますかそれは大きいと思いますだから国家安全保障局長の前はあの外務次官も務めた要するに外交についてもこの豊富な経験を持っているこういう人人ですからまあ石破政権がこのトランプ政権と向き合うにあたって さまざまなこのアドバイス、知恵を出してくれる人ではないかと期待はします。なるほどね。クラウトさん、今岸田さんが言われたね。四年の任期だけれども、中間選挙以降のことを考えると、中間選挙までも二年間。思いっきりフルスイングするんじゃないかと、ちょっと言葉は違ってるかもしれない。でも、トランプさん、フルスイングするんじゃないか。フルスイングする、トリプルレッドでフルスイングされたら、どうなっちゃうんですか。いや、これは日本としては、日本の国益をいかに、あの、守れるように。 インプットするこっちからアメリカが中国大統領にインプットするそれはできないことはないんですよだって閣僚の中にはハガティ元駐日大使がいるわけです、ライトハイザーとも前回関係はあります、それが実はこれ違ってたら本人まねまねして申し訳ないんだけど総理は布石打ってると思うんですよ。っていうのは 中米大使にあの山田中米大使を送り込んでるわけですよ。おそらくの大の時で、であれは情報収集とネットワークを作り、まあ。 ハリス政権だろうがトランプ政権だろうがちゃんとそこであの対応できるようにやれとそらく言ったんだと思うんですよね。指令を出しただからその大使がちゃんと言われたことをやっていればそれなりのパイプはもうすでにできているとだからそこを使ってそのトランプの懐に入り閣僚と連携し日本の国益をうまく守るように。 することが大事でその意思があれば決してできないことは僕はないどうですかの、山本野大使にはあの期待しておりますし役割を果たしてくれる人だと思っていますぜひ石破総理もしっかりと中米大使あるいは秋葉局長とも連携しながらやっぱしたたかに外交を進めていただきたいと思っています でその前半2年を切り抜けた後も後半2年って中間選挙でどういう結果が出るかにもよるんですけどね、うん、クラフトさんね、まあ、これ以上さらにまだ勝つっていうのはなかなかこれまでのアメリカの政治を見るとちょっと難しくて当然、中間選挙って与党が多少負けるっていうパターンがこれまでも多いわけじゃないですか負けてどこまでへこむか分かんないですけども最後3年目4年目のトランプ政権ってどううなっちゃうんですかいやもう最初の2年でレールを引いて動けば。はいはい それがいい方向で動くなら最後の2年も楽勝ですよね。だから悪い方向だと最後の2年は大変ですけど。だからいかにこの2年最初の2年が重要かというと、で大体最初の2年っていうはあの基本的には国内政策を中心にやっていきます。でそれがまあ片付くかまああの2年目であの過半数負けると。はい さあの最後の2年はより外交に行きやすいんですよ、ねはいはい、だから国内、国外という感じでおそらくトランプが動く、うん、そ,のそれを見越して、うん、まあ日本政府はどうやって対処していくのかという戦略が多分問われる戦略ができる政府はうまくいくし日本の国益を守るし戦略立てなければ日本の国益を害するこれはもう政権の手腕が 今年4月岸田さんはアメリカの議会でこのような演説を行いました、うん、こちらです日本はすでにアメリカと肩を組んで共に立ち上がっている、うん、アメリカは一人ではない、うん、日本はアメリカと共にあると述べられました、うん、あの こういういこの字だけポンと取り出しちゃうと例えば、日米安保の偏無性を総務制に、ね、っと日本が自らも、うん、自らの身も守るしアメリカが攻められたらまあ助けに行くよぐらいのそこまでの勇ましい話があるのかというと多分、そういう意味ではなくて、うん、そこはでも、それをそこまで言わないにしてもそれなりの防衛努力防衛負担で実際43兆という話までつけるまでも出てるわけですから。 防衛努力もしますよ、うん、外交ででももも限界もありますからね外交においてもちゃんと支えますよ、一、うん、人じゃないショルダーとショルダーというその表現の中には、ねうん、そのいろんな意味もありながらも、でも限界もあるというところの,そのきちっとメッセージが全部伝わったのか、うんうん、アメリカの議員国会議員議会の人たちはそうか、じゃあこれから日本が一緒に守ってくれるのかというふうな安全保障上日本が守ってくれるとかくれないじゃなくて、うんはいはい 日本もアメリカも国際社会の平和と繁栄のために汗をかくと、うん、その覚悟があるといったわけですで。安全保障に関しては、はい、日米同盟日米安全保障条約に基づくこの日米の,この体制、はい、これはもう基本ですのでこの基本土台をしっかりと大事にしながら あこの結果につなげていくべく努力をする、はい、まあこういったことを言っているので、うんうん、決して、共に、はい、ん立ち上がるというのは日本がアメリカを守ってあげるようなんてことを言っているんじゃなくて共に平和と繁栄のためにそれぞれの立場で条約等に基づくそれぞれの立場で汗をかきましょうと、はい、決してアメリカはあの孤独ではないと。はい え日本も平和と繁栄のために国際社会の平和と繁栄のために汗をかくともに努力する同盟国であるとまあいうことを言いたかったのであって中身、全く向こうと同じことをやろうそんんなことはは言ってはおりませんクラフトさんねアメリカ人から見た時にねなんだよと安全保障条約のもとねアメリカの軍事力で守ってもらっているのにねショルダーとショルダーというのは一体何なんだと思ったりしないもんですか。 僕はあの演説を読んだときにまず冒頭でねあのしたたかだなと思ったのは自分がクイーンズに住まれていた時の話であれでねまず心掴んでますよね自分が寄り添ってるんだっていうあれ,あれで雰囲気が変わりますよね。うまい入り方だなと、まあ とい,いうのあれもあるんですけどあの入り方からこういう話をしていくと決して、ね、あの軍が一緒に並んでやるというか、うん、精神的に一緒に責任を果たし合おうという印象は強かった、うんうん、でせっかくなんで、はい、もう一言だけちょっと申し上げたいのは実はこれ、日本あの岸田政権が G7 に出した重要なメッセージは、うんうん、実は広島サミットで。はあ あの法の元の国際秩序というテーマを掲げて、うんはい、これは僕は極めて重要かつ日本がリーダーシップを取ったおっしゃるように、うん、まず広島サミットにおいては、はいはい、ウクライナに対するロシアの侵略等があった国際秩序が大きく混乱して従来 その国際社会の平和と繁栄に責任を持つはずの国連常任理事国がよりによって武力で取られてくを侵略してしまったこういったこの混乱の中で改めて我々は分断,分断や対立じゃなくして協調に向かうための物差しこれをしっかり示すことが大事だというのが広島サミットの大きなテーマだったその際にまあその民主主義をはじめいろんなこの価値観はあるけれどやはり何と言っても 国連憲章をはじめとする国際法に基づいて自由で開かれた国際秩序を守る、うん、これが物差しだと,、うん、えと日本が訴えて、はい、国際社会はみんなそうだと言って、うんえー、同意をした。国際法いうのは まさに弱い立場の国弱い立場の人のためにこそあるものであるとこれを物差しにこの国際秩序を考える力による一方的な現状変更じゃなくて国際法に基づいて考えるこれがこれからの物差しだということを日本が訴えてそして同じテーブルに G7 だけじゃなくてブラジルやインドやインドネシア韓国も含めてグローバルサウスもみんな同じテーブルについた。 ウクライナからゼレンスキー大統領もやってきて同じテーブルに着いたそこで日本はこうだということについてみんな同意してもらったこれはやっぱりそこにあのサミットの意味があったそしてご指摘の,あの米国の演説においてはまさに法の支配に基づくこの国際秩序これを守るために日本は汗をかきますと言っているわけであって軍事的な役割等はそれぞれ立場が違うわけですから。 全く同じことをやるなんてことは全く言っていないわけですともに法の支配に基づく国際秩序を守るために日本は汗をかきますとアメリカも内向きにならずにインド太平洋地域にも引き続き関与してくれとそういうことを言いたかったやっぱりアメリカが関与なくして日本はこの東アジアで孤立無援で安全保障国,国民を守る。 これはやはり不可能だというのが現実だと思うしアメリカも今これだけ科学技術が進歩している中にあってアメリカ一国でアメリカを守ることはそれは不可能だというのが安全保障上の常識になってますから共にそれぞれの立場で役割を果たしていくそして結果として法の支配に基づく国際秩序を守ることがそれぞれの国益だということをあの演説で言いたかった、まあ、そういうことです。